はい、どうはい、も。どうも。プライムです。ロッピーです。今何時ぐらいなのかしら。バンバの続き4バン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 していこうかんば。そうば。これ誰だ？ロッピーちゃんか、これ。今何時頃なのかしら。哲夫さんに言われるものでは気にもしなかったけど、随分遅い時間のはずよ。何か送るって雰囲気でもないみたいだし。哲夫さんの提案通り、もうお開きにした方がいいのかしら。それとも、やっぱり私も怖い話をしないといけないの？え？お開きにしたらどうなんの？お開きにしたら終わっちゃうんじゃないの？え？お開きにしてみる、試しに。で、そっからなんか事件が起きそうだな。え、怖えな、これ。どっちもいいじゃん。お前が決めろ。お開きにする。お開きにしようと、なんだか疲れちゃった。みんなもこのローラみ話たいはになっもうちゃっ十分った。て顔してるし、うふふ、オッケー。それじゃ夜も遅くなっちゃったし、もう終わりにして寝ましょうか。するとそのことを待ってましたとばかりに、鉄おじさんが豪華に笑い出したの。ばあ、ガそれだ。ハハ、のっぴーちゃん、やっぱり眠かったんだな。このままの時間はとっくに過ぎちゃってるもんね。もう、鉄おじさんもゆかり姉さんも、すぐ私のことを子供扱いするんだから、プン。でも半分くらい当たってるから、反論できないわ。なんだ、もう寝るのかよ。一人だけ膨れっ面してるのはよしおね。じゃあ、つまんねえの。俺なんかちっとも眠くないのにさ。何言ってんのよ。さっきから悪意ばっかりしてるのは野郎の方じゃない。私もあんまり眠くはないんだけどな。ああ、私はロッピーちゃんの意見賛成です。気合い入りそうだ一斉に皆さんが美容な。喋りなさい、せめて。快適です。すぐにお肌に出るんですから。1はい。日10時間の睡眠がです。違うよ。いや、もう寝てんじゃないか。寝な。さ寝すろ。がまさみおぶさんね。看護婦で、しかもこんなに美人なまさみおぶさんが言うと、とっても説得力のあるセリフだわん。結局、あら、嫌だ。いや、もう寝なきゃ。ほら、あんたたちもさっさと寝なさいよ。っていう、和子おばさんの一言で会話を開きになったの。やっぱりこの家で一番の実力者は和子おばさんだったのね。本当に終わり？まさみんなか、それこぞれ。れの泊まる部屋に戻っていく。最後の開かずの間を出たのは私と八重さんだったわ。部屋を出るとき、八重さんは、やっぱり迷信だったんだな。七回忌の晩に怖い話をすると死者が蘇るっていうのは。って誰に言う友達につぶやいていたわ。そういえばそんなこと言ってきたっけ。でも別にいいの、何も起こらなくてよかったっていうのが私の本音だったから。あんなに眠くってしょうがなかったのに、いざ布団に入るとなかなか眠れないの。今日一日いろんなことがありすぎて興奮してるのかしら。でも朝予防さんの言った通り、寝不足は美容にも悪いし、第一朝寝坊なんかしたら江崎さんに現れちゃうもの。早く寝なきゃ。何かいい方法あったかしら。おう。これ何が起こるんだ、これから。全く予想できないんだ。本当だね。なんだこれろ話すってやつたらどうなってたんだろうね。う。羊を数えようか。そうだね。古いけど。そっか、アルパカを数えればいいんだ。1アルパカ、2アルパカ。アルパカが1匹、アルパカが2匹、アルパカが3匹、アルパカが4匹、アルパカが5匹、アルパカが6匹、バンバ族が、バンババンバン。族が。これ何？睡眠エンド。どれくらいの時 間が寝れたって寝れたっつって、カン。つまんつまねんねえよ。そしたらバンプレストどうした？どれくらいの時間が過ぎたのかしら。アルパカの数はもう28,956匹でした。え。 だいぶやったな。 ずっとアルパカを数え続けたけど、やっぱり眠れなかったわ。その途中で寝れないなってなんなかったのかね。ね、ふと気づくと障子の外が明るくなってるじゃない。結局一睡もできなかったよ。ふと部屋の隅の鏡を見ると、キャー、ボサボサの髪、腫れぼったいまぶた。早く、黒く縁取られた目の下のクマ、そこには見るも無残な私の顔が映ってたよ。うふふ。怖い話ってこのことだったのね。うん。は？嘘だ。嘘だ。わあ、祭り全じ然ゃ。覚えてないこれ。祭りじゃ。4分でだって。祭りじゃ。どうするどうするこれ。そうだな、ロードしたいな、これ。ロードできんじゃない？まあ、例、待って。普通に戻ちっょっとて待って。さ。あ、エンディングだ。じゃあこれはカットしよカット、カッツ。う。ははい。い、ワープ。じゃあね、やっぱお開きにしちゃいけないんだよ。そうや。怖い話のゲームなので、怖い話話さないとね。そう。
怖い話、話したくない、やっぱりお開きにする。ダメだよ、また同じになっちゃうよ。怖い嫌話。だ、熊がーみたいな終わり方に なっギちゃう。ャーっつって。怖い話を ギ話そう。ャーっつって。みんなの黙って私を見てるけど、その視線に明らかに期待が込められてる。お、そんな気がするの。実なをる言うほど。と、みんなの話を聞きながら私、とっておきの話を思い出していたんだ。野郎の話なんて目じゃないくらい怖いやつ。よーし、みんな、と怖がれちゃおう。キャラはこのままなんだ。じゃあ最後の私の話を聞いてください。で、私が言いかけたとき、ドッキーン。ええー、まだ続けんのかよ。あれもういいよ。野郎が不満そうな声を上げたの。キャ。む、なんてやつ。人がせっかく決心して話をしようとしてるのに。プンスカプン。そうですよね。ああ、これですよ。もう終了あれ、させどっていちにただちき終わまる、おした。開きエントなの、これ。みんなももう終わりにしようっていうの。バキューン。おっと、明日は早起きしてこの先の山に登るんだった。それでは自分はこれで。あ、もう行っちゃっそうた。言ってて、ゾウイさんはさっさと部屋出て行ってしまった。もうこら。ほらほら。もうカツランだから。まったく。じゃあ、私はもう寝るわ。ロッピーちゃん、あなたは早く休んだ方が、睡眠不足は水曜日の先生ですあ、よ。なんかさっき聞いたな、これ。あらや、あらやだ、そうだったわ。早く寝なきゃ。ほら、やる。あんたも早く寝なさいよ。ああ、せっかくのちょっとよく話し合ったのにな。でもみんな呼び戻すわけにもいかないし、それに、なんだか私も眠くなっちゃった。ユサキさんがいるから必死で我慢してるけど、アワビが出そう。いや、話。ひ 下ネタかよ。え、下ネタかどうかはあなた次第だよ。もう俺、下ネタって思っちゃったよ。そっち、スイッチが入っちゃった、そっちああ、の。いや話はまた、いや話はまた今度の機会で。部屋出るとき、佐伯さんは。やっぱり迷信だったんだな、長生きの場に花が咲くと、視野が読めるというのは。って誰にも言うともなしにつぶやいていたわ。そういえばそんなことを言ってたっけ。でも別にいいの。何も起こらなくてよかったっていうのが私の本音だったから。ああれ？れ、あんなに眠くてしょうがなかったのこっに。ちの選択を変えればいいんだじゃあ、そうきっだと。な。今日一きっと日。そうだ。これで終わりなわけないよね、最終話が。まさか。早く寝なきゃと。何かいい方法あったかしら。よし、じゃあ、映画目の？を閉じるだけなんか方法じゃないから、目を閉じるにしてみようか。それやってみる？やっぱりオーソドックスな方法だけど、目を閉じてじっとしてるのが一番か。目を閉じて、目を開けて、目を閉じて、体と心をリラックスさせて。なかなかいい感じ。これならなんとか寝れそう。あれ？あれ？どれくらい時間が過ぎたのかしら。なんかいろんな夢を見ていたような気がするんだけど。ああ、でも、いいじゃん。寝れたんじゃない？よく思い出せないわ。でもこんなことを考えてるってことは今の私は起きてるのね。あ、起きてるのかよ。ただ目を開けていないだけなんだわ。どうしようかな。喉が渇いたから水を飲みに行きたいんだけど、起きるのがめんどくさい気もする。どうしよお。う。これ、え、水飲みに行こうか。そうだな、なんか起こりそうだもんね。ダメだ、喉が渇いてしょうがない。仕方ないけど水を飲みに行こうと。お、いいよ。私は布団から抜け出すと、月明かりの差し込む廊下を歩いていったわ。しんと静まり返った家の中に、ミシッ、ミシッっていう廊下のきしむ音だけがきし、ん？響く。私一人が取り残されちゃった？そんな気さえするの。いつもならこんなこと思いつきもしないけど、こういう月上がりの夜だと、子供っぽい空想も現実味を帯びてくるから不思議ね。本当にみんな眠ってるだけなのかしら。寝息一つ聞こえないけど、この広い家の中に私一人しかいないってことはないよね。お、なんか面白そうになってきたよ。なんだか不安だわ。え？お、声。覗いてみよっか。覗こうか。なんか選択肢多くて、あれだな、選択肢次第で進んでいくんだな。怖いな、なんか。ちょっとだバッけ。ドエンド、なんかね、ちょっとだ惨け。殺エンドちょっととだかあけ。るちょっとだけ。ほんとにちょっとだけ。ちょっとだけだから。じゃん。うん、ちょっとだけならいいよ、ちょっじゃあ、しとだょうがけ。ないちょっとな、だ全け。く。覗いてもいいいかしいら。よ、いいよ。本当に不安なの。襖を1枚隔ててるだけなのに、向こう側に全く人の気配がないんだもの。それになんだか胸騒ぎがする。何でもなければいいんだけど。じゃあちょっとだけ開けるね。確かにこの部屋にはゆかり姉さんが泊まってるはず。まさかゆかり姉さんのやさいきさなん、い。やさあきさんが。ゆかり姉さんとやさあきさんが。はあ。ひ。普通に開けた瞬間、私は声にならない悲鳴を上げていたわ。え？あ。月明かりに照らされた畳の上に首筋から血を流したゆかり姉さんが仰向けに横たわっていたの。月の光を浴びたその顔は髪みたいに白い。部屋の中には人影がもう一つあったわ。うわ。
誰だ。部屋の隅の暗がりでずっと私を見つめる二つの目。えっ、そのギラギラと輝く目、まさみおばさんのものだったの。まさかまさみおばさん。あら、見つかっちゃいましたわね。まさみおばさまは、え、なんだろうね、口、たも、なんて言うんだろうな、これな。なんだろうね、怖いね。口の血を拭いもせずにそう言って微笑んだわ。赤い唇の下から覗く白い歯が月明かりを合わせてキラリと光る。ホッピーちゃんも飲みます？え、喉の渇きにはこれが一番ですわよ。私にゆかりさんの血を飲めっていうの？ここも？どうしようこれ。飲むも見たいけど、でも飲むだとバッドエンドになりそうだもんね。え、でも飲んでみない？やっぱり。じゃあ飲もうか。飲もう。マサミオさん、私にも。なんで私がそう言いかけたとき。あら、ごめんなさいね。もうゆかりさんの血一滴も残ってなかったわ。マサミオさんは意地悪な笑みを浮かべてそう言ったの。もうマサミおばさんたら、私は喉がカラカラでしょ。だからって血飲むなや。何、吸血鬼エンド。おとなしく水を飲んで我慢しようと思っていた私に血の味を思い出させたのはマサミおばさんじゃない。え、思い出させた、思い出させた。なのに、なのに、ここで。ここ、はい、OK。なんか時報が入っちゃったね。うん。なのに、なのに、この喉の渇きをどうしてくれるの。せめて血の味の感想だけでもお伝えしましょうか。そうね、私の口には B 型の血ってあまり合わないんですの。そうは言っては最近は何かと危険な病気多いでしょう。水知らずの他人の血なんて物騒で読めませんものね。かといって病院の輸血用血液やグレード食品のようで味気ないし。まさみおばさんの淡々とした口の中で明らかに私を挑発する響きがある。私は込み上げる熱い何かを必死に抑えてたわ。なんだ熱い何かって。え、ゆかり姉さんの血はとても美味しかった、そう言いたいんでしょ。あら、さすがロッピーちゃんですもんね。その通り、とても美味しくいただきました。うふふ、美味しい血ってのは血液型よりもその人の健康状態に大きく左右されますので。ゆかり様は若く健康で活動的ですよね。なんといってもタバコを吸わない人でしたから。そう言ってまさみおばさんは残っていた赤い血をペロリと下で舐めたの。その下の動きを見た瞬間、私の頭の奥で何かプツンと切れる音がしたわ。覚醒しちゃうよ、スーパーサイヤ人だ。許せない。え、月夜の私を怒らせたわね。ねえマサミモさん、私の目光ってるでしょ。月のせいじゃないのよ、わかる。おマサミモさん、信じられないって顔で私を見てる。私が近づくにつれ、その目が大きく見開かれてそのまま動かなくなった。A 型の血って苦くって嫌いなんだけどな。私は口の端についたまだ温かいまさみおばさんの血を腕で拭いながら、おい、え、誰に言うともなくつぶやいた。まさみおばさんが悪いのよ、本物の吸血鬼でもないくせに血を飲んだりするから。一瞬仲間かと思ったのに残念だわ。さあ、他の人が起きる前にお母さんを起こさなきゃ。せっかくの新鮮な血だもの、独り占めしたら怒られちゃう。お父さんお母さん立ちしなきゃ。すげえ終わりだったぞ。何エンドだよ。すげえ終わりだったぞこれ。これ上書きしちゃっていいかな。吸血鬼エンドだった。上書きしちゃっていいかな。いや、いいかも。そうだね、3週目終了とこでいいよ。なん、ええー、マジか。これ選択肢次第ではいろんな終わり方があるんだな。そうかもしんないね。これまだ楽しめるぞ。じゃあこの辺にしとくか。まあやってもいいけど、どうする。いや、ちょっと長くないですか。長くないそう、長くないそうじゃない？そう、長くないそうなんだよ、ね、長くないそうだし、うん、残りは皆さんがこのゲームをね、買った時に楽しんでもらうってことで。はい。え、で次から4週目に。いきます。だいぶ来たね。そうだね。うん。じゃあまたね、次回からも、はい、いつもね、見るだけで、コメントしない人もどうやらいるそうですので、できればね、コメントをポツだけでも残していってください。うん、じゃあプライムが喋ってました。ロッピーが操作しました。じゃあまた来週、バイバイ。バイバイ。